回の腹筋が個人的には最強です。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの8回でしっかり腹筋に効くワンレッグドラゴンフラッグを紹介します。最大のメリットとしては腹直筋にしっかり効かすことができます。足が力みにくいので、その分腹筋に効かせれます。メリットとしては腹筋に効きます。骨盤を後傾させることができるので、お腹をしっかりね、力を入れて腹筋を行うことができます。行いやすいです。通常の腹筋っていうのは、例えば足とか上半身を動かすんですけども、首を痛めたり、足に力が入りすぎたり、上半身が力んだり、そうすることで腹筋に行く力がね、少しずつ逃げてしまいます。その点今回は行いやすいので、しっかり腹筋に効かすことができます。中でも下腹にメインに効きます。デメリットとしては、腰が丸くならない方、骨盤後傾しにくい方はですね、まあ、腰を丸めることによってストレッチされますから、まあ、少しね、腰が痛むっていうことがあり得ます。上体を手で少し支えますので、手の力が弱いとですね、体が持ってかれて、少し腹筋の負荷が逃げます。ゆっくり行うと効くんですけども、早く行うことによって、力が足に逃げてしまうので、まあ、腹筋に効きにくくなるっていうデメリットがあります。まあ、やり方をしっかり聞いてもらうことで、腹直筋にしっかり効かせれます。では、やり方を説明します。はい、ワンレッグドラゴンフラッグなんですけども、このいいところはですね、通常のドラゴンフラッグを行うんですけども、上半身に力が結構ある場合、腹筋の力が弱くても大体できます。なので腹筋にも効くんですけども、上半身にも効いてますんで、まあ、手に力が入りすぎることによって腹筋の負荷が逃げますんで、今回の方がおすすめです。でまずですね、手を下について足を上げます。お尻をできるだけ普通のレッグレイズの足の位置よりもさらにこっちに持ってきて、腰を少し持ち上げておきます。このまま片足だけゆっくり動かすんですけども、お尻が落ちないように、お尻は上げたままで手を踏ん張ってゆっくり足を動かしていきます。お尻がつかないように、こういう感じです。お腹を締めた状態で片足ずつゆっくり下ろしていきます。これ両足下ろしてしまうと、お腹の力が緩んでしまって腹筋に効きにくいです。あとは両足だと重たくって、上げるときに前ももの力でね、グッて上げてしまうので、前ももに力が入るほど腹筋の力が逃げますから、今みたいに片足ずつ軽くしてお腹を締めた状態で片方ずつ腹筋を伸ばしてお腹を効かします。これを左右8回一緒に行っていきましょう。呼吸はできるだけ動いてるときは吐きます。両足戻したら吸います。息を吐く、吸、吐く、吸っていう感じでお腹を縮めたまま呼吸してください。では一緒に8回頑張っていきましょう。できるだけお尻を持ち上げて手で踏ん張ってください。これぐらいの位置です。いきます。
頑張った方、グッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。腹筋どうですか？しっかり効いた感じしますでしょうか？どうでしょうか？頑張った方、コメント必ずください。今みたいに片足残しておくことで腹筋が縮んだ状態で片足動かしますから、しっかり腹筋にね効かせられます。もしね、今みたいに足が上げとけれないよ、お尻が持ち上がっとくことが難しいよって方は、お尻にね手を置いてちょっとお尻を高くして行ってみてください。まあ慣れればね、それもちろん手がなくってお尻を上げて腰を少し浮かしたぐらいの状態からできるだけ足を動かしていく、遠くに持っていくっていう方が腹筋に効きます。しっかり腹直筋に効いた感じはすると思います。で、足がね、片足残して片足ゆっくり動かしますから、足に力が入りにくいので、その分腹筋に効きます。腰を丸めることによって骨盤後傾した状態が作れて、ゆっくり動かすことによって腹筋の中でも下腹に効かすことができてます。で、手がね、しっかり踏ん張るのが難しかった方は、足を下ろした時に上半身が持ってかれちゃうと思うんですけども、そうならないようにね、少しだけ手に力入れて踏ん張ってください。手に力入れすぎてもですね、やっぱり上半身に力が入っちゃいますから、腹筋に行く力が逃げてしまうんで、まあ、適度にね、体が浮かない程度、軽く手を使ってバランスを取ってください。で、足をね、早く上げちゃうと力が逃げますんで、ゆっくり今みたいに行ってください。で、腰をね、丸める方が難しかった方、腰が反れちゃってる方っていうのは、ちょっと腰が伸びますから、まあ、次の日ね、ちょっと痛いかもしれないんですけども、まあ、それはまた今後のね、腰痛改善にはつながることなので、まあ、しっかり腰を丸めて、腰を伸ばして、腰が反れすぎないように、毎日気をつけてください。頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いします。SNS されてる方は、ぜひ、シェアもよろしくお願いします。ツイッターもタートルやってますから、まあ、こちらのね、アカウントフォローして、たまに DM 送ってもらえるとメッセージ返せますんで、よろしくお願いいたします。今日もご視聴ありがとうございました。